はい、おはようございます。五郎でございます、えー。今日も上海からお届けしていきたいと思います。十二月十六日金曜日、今朝の一言を始めていきたいと思います。えー、ちょっとね、あの上海も,も、まあ、上海というか、中国も、コロナが、えー、結構緩和されてきているものの、陽性者がね。非常に身近な、まあ、日本人界隈でも増えている。 ちょっと心配な感じではありますけども、まあ、ゼロコロナずっとやり続けてもねもうしょうがないんでもうここはあのなんとか乗り越えていくしかないのでちょっとね年末、まあ、日本でいうとこの年末年始にあたりますけどもここはねなんとか乗り切っていきたいなというふうに思っている次第でございます。ということで今朝の一言は「照、えー、る日曇る日」ということで解説文を読んでいきたいと思います。 人生は照る日日ももああれば曇る日もある幸運が巡っている時はもちろんのこと災難にあった時にも修行だと思い自分が生かされていることにありがとうと感謝することが心を清らかにし運命を良い方向へ導くということなんですけどもそうですね個人的には何つうんでしょうあのまあそのまあいい日もあればねあ,のあんまり調子良くない日もあるんだと思いますけどもなんかそこから何 を学べるるか,、えー、かかかかにっててじゃないかなといいとう気がしてます、まあ、ここにもね、書いてありますけども、災難にあった時にも修行だと思い、た。まあ、ここで、あの、修行、修行というか、この災難から何を学ぶか、みたいなことが結構重要かなと思っていて、まあ、冒頭にお話ししましたけども、今、あの、中国でね、コロナ対策が、あの、 ちょっと緩くなったに伴って陽性者が増えちゃってますけども、まあ、これはなんか良い方向に向かうんじゃないかなっていうのもあるのと、まあ、コロナまあここ23年ねずっとコロナコロナになってきてるんで、まあ、えっと考え方やまあ働き方みたいなものをあの大きく個人的にもシフトして毎日結構試しながらやってるんですけどもなんかまあこういうことがあって なんか新しいやり方、新しい考え方を結構発掘するいいチャンスであるんで、これはね、なんか、なんだろうな、やっぱ考えるタイミングにするっていうのはいいんじゃないかな。まあ、今目の前に起こっている事象から何を学べるのかというスタンスで言えばいい日であろうが、あの、まだ、あ、だから要は悪い日はないってことですね。今話してて思いましたけど、悪い日はないということなので、まあ、何か、えっと、直面してる 大きな課題があったにせよそこから何を学べるのかということを頭の中に置いておけば悪い日はなくなるんじゃないかなというふうに思った次第でございますということで週末頑張ってまいりましょう。